どう？いい感じ？名古屋市中村区で今日から始まったあるランドセルの展示会。東京の企業が手掛けたニューランドというランドセルですが、一番の売りはその素材なんです。こちらのランドセル、一見革のようなんですけれども、布でできていてとっても軽いんです。使われているのは石川県の繊維会社が開発した新素材の布。革のような質感がありながらも布のため軽く、子どもの体への負担を減らせるといいます。軽い。素材の詳細は企業秘密のため言えないそうですが、一般的な合皮のランドセルが 1.3 キロほどなのに対し、ニューランドは870グラムほどに抑えられているそうです。軽いめっちゃ。そこ何入れるんですか？楽しかった。楽しかった。どんなのにしようと思う？紫。歩く距離が長いので、できるだけ軽いランドセルがいいなと。すごく軽くって、お兄ちゃんがいるんですけど、その子のランドセルと比べたら全然軽いので、すごいで小柄なので、すごくこの子にはいいかなと思って。ランドセルの中にはタブレットを入れるためのポケットもついていて、チャックを開ければ容量を増やすこともできます。また一部に工場で廃棄される布の端切れを再利用した生地も使っていて、環境にも子どもにも優しいランドセルになっています。この展示会はあさってまで開かれています。